はい、ええー、皆さんこんにちは。レクセン公式の森ですえー、それでは2021年合格目標心理福祉系公務員説明会始めていきたいと思いますえー。それでは皆さん、本日はえー、心理福祉系の公務員の仕事ってどんなものがあるんだろうな。とか、またはま試験内容や。それからまどうやったら合格するんだろうえー。そういうえーまあ、い様々な皆さん思いでえ、本日見ていただいていると思うんです。けれども、もえー、そういったことをま1つ一つま、皆さんご納得いただきまして、ぜひ皆さん。 心理系そして福祉系公務員になって人々のために働いていただきたいなというふうに思っております。まずは本当に今皆さんはまあちょっと見ていただきたいんですけれども、本当に国国民からもう皆さんから求められているのが皆さん心理福祉系のまあ公務員なんだっていうところですね。児童虐待なんかがまあ本当に大きな問題になっておりますし。 それからどん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 高齢化が進んでいく中で高齢者福祉も非常に大きな大事な仕事になってきておりますその中でやはり心理系福祉系公務員の採用人数もですねやはり近年少しずつ少しずつ増えてきてまいりました特に心理系公務員などは昔に比べますと本当にもう格段の差格段の差って変な日本語ですけれども非常に増えてきたなっていう感じがします。 ですから、まあ、今皆さんは本当に社会国民に認められている、まあ、そういったその志を持った方々になると思います。ぜひ皆さんの専門知識とそれから福祉マインドそれからカウンセリングマインドこういったものを生かしてですねぜひ働いていっていただきたいなというふうに思っております。 でその中で、えーまあ、いろんなその今回ねこれを見ていただいている方の中にはすで、まあ、にご自身で、まあ、こんな仕事をしたいあんな仕事をしたいということを、えーまあ、思い浮かべながら、まあ、しかしながら、まあ、どのように勉強していったらいいのかな。 ちょっとその辺りが知りたいなという方やまたは心理または福祉系の学部に所属してるんだけれどもやはり自分が今まで学んでいる学んできたでこれからも学ぶであろう心理系科目や福祉系の科目 こういったものを生かしてまあ公務員になってみたいんだけれども、一体どんな仕事があるんだろうとか、まあそれぞれまあ人それぞれのその段階でまあちょっといろいろかと思うんですけれども、今回はですね、まずはその仕事どのような仕事が皆さんを待っているのか、こういったところの紹介から進めていきたいと思います。で本日ウェブでこの説明を見ていただいている方、それからレックの本校にお越しいただいて見ている方、まあそれぞれいらっしゃるかと思うんですけれども。 本日使っていきますのはまずお手元のところに特にレックの本校でこの <laughs> ビデオを見られている方ですねこちらの心理福祉系公務員心理福祉系公務員の専用カリクラムというこちらのパンフレットとですね、それからこちら 公務員試験ガイド心理福祉系公務員2020年版というものこういった白い冊子がお手元にあるかと思いますそれからもう一つそのさっきのカラーのパンフレットの中には心理福祉系公務員講座スケジュール受講料というものが入っていると思います。 こちらををですすね使っってててままずは説明をしいいいきたいという,ふうに思っておりますそれではまずは仕事の中身に関しましてはですねこちらパンフレットを開いていただきたいんですけれども今年もたくさんの上位合格者新宿福市の公務員の講座コースを受講していただいた方から出ておりますそして1枚めくっていただきまして2ページ目からですね 国家公務員の仕事っていうことで本当にイメージないと思うんですけれども通常やっぱり国家公務員というとですね法律を勉強した人が、えー、試験を受けて。 そしてキャリアになるんだろうっていうふうに思っている方も多い,いと思うんですけれども実はそのキャリア官僚と呼ばれている国家公務員の総合職ですねこの国家公務員の総合職の中には人間科学区分というものがございましてで法律を勉強している方は法律区分経済を勉強している方は経済区分それから土木であったり建築なんかを勉強していた方は工学区分という受験区分がございましてそれぞれの まあ総合職をま受けてキャリア官僚として国のために働いていくっていうルートがあるんですね。で例えば人間科学区分ではま心理心理の科目それから福祉系の科目こういったものがもちろん専門科目ではかすられます。教養試験と専門科目専門試験というものがま筆記試験には2種類あるんですけれども。 教養試験は、えー、技術の人も、えー、法律の人も、ね、心理福祉の人も。 共通して同じ教養試験というものがあるんですが、人間科学区分や法律区分、工学区分で、まあそれぞれまあ専門科目が異なってくるんですね。そしてこの人間科学区分で受ける場合には、法律法律ではなくて心理や福祉の専門科目が課せられるっていうことになるんです。で、その中で皆さんはですね、心理や福祉のまあ専門的な知見を生かして、厚生労働省であったり、法務省、それから警察庁など でで働いていくっていいててくくとうことになっていくんですねでその中ではですねえ法律区分やそれから工学区分の人たちと、まあ、同じまあ職場でえそしてそれぞれがまあ専門知識をよあのああの寄せ合ってというのも変な言い方なんですけれどもえ専門的な知見を生かしながらえ政策立案に携わっていくということになるんですで。特に例えば厚生労働省ですとですすとね、えー 職業安定局ではえ雇用の創出安定を図って雇用不安を払拭するための雇用政策の推進などを行っていくんだ、まあそういうところでですね、えー、心理的的ななそれから福祉的な そういった知見をもとに皆さんが政策立案をしていくむち一人ではなくて今申し上げたようにいろいろな試験区分の人たちと一緒に考えていくそして少しでも国がいい方向に向かうようなそして人々が安心して暮らせる社会の実現 こういったことの一端を担っていくのが人間科学区分での相互職の仕事にな,るなりますでこれはですねあんまり興味のない方もいらっしゃるかと思うんですけれども心理福祉系公務員の方は ぜひお受けいただきたいなというふうに思いますまあ、その理由はちょっと後々また後で説明していきますねそれから2つ目がですね法務省の専門職員ということで、えー、こちらはですね本当に専門的な知見を生かして、えー、強,強制心理の専門職であったりとかそれから保護観察官やまあ法務教官など、えー、こういったその法務省の専門職員の試験がございます 例えば強制心理専門職って何するんだろうっていうところなんですけれども、えー、これは例えば少年鑑別所であったりそれからまあ少年院などでここでは主にやはりその心理の知見を生かしましてですね、えー、まあ少年たちの心理判定なんかをやることがまあ仕事の主なメインになっていきます。 でもちろん相談業務なんかもあるんですけれども、えー、福祉系心理系、まあ、2つ同じような職場にあの、まあ、派遣されていくわけなんですが、えー、心理系の方はもう本当にそのいわゆる心理系の知見を生かしてですね、えー、検査をしたりそれから、まあ、その後の育成プログラム強制、えー、プログラムなど、えー、そういったことのまずは中心になっていきます。 一方で福祉系の方たちは本当にさまざまなその社会的な資源というものをどのように有効に活用してこの一人の子どもの支援ができるのかなということでチームを組んでやっていくわけなんですけれどもそれぞれですね仕事の中身は少しだけやっっぱり違ってきます相談業務ということでは入り口のところで一緒なんですけれどもじゃそのにまにどのように、えー 働きかけをしていくのかというところで少し変わってくる心理と心理職で入った場合と。それから福祉職で入っていく場合では。えー、これはまあ実際なんかの話にもなってますけれども、ちょっと変わってくるんです。でそして、この法務省の専門職員である、まあ強制心理専門職の場合は。主には、まあ、しん、相談業務も,もちろんあるんですけれども。まあ、心理判定なんかが主な業務になっていきます。それから、保護観察官や法務教官などは。まあ、それぞれやはり独自の、まあ、仕事内容になっておりますけれども。近年はです、ね。 えー、この保護観察官やこの法務教官、えー、こちらを目指す方も、えー、私の感覚ですと増えてきてきいるなっていう気がしますでそれから裁判所には家庭裁判所調査官という仕事がございまして、まあ、火事事件とそれからまあ少年事件ございますが、えー、例えば裁判所のですね えー、家庭裁判所調査官の、えー、説明会なんかに行っていただきますと、まあ、こういったきれいなリーフはあの私もいただいたんですが、えー、少年事件での活躍少年の立ち直りに向けて何をしていくのかとかねそれから家、えー、事事件においては、えー家,えー、家族関係の再構築に向けて特に神経を争ってるような場合では、えー、子どもの立場に立ってなかなか子どもも自分の,あの話ができなかったりするわけなんですけれども。

仕事をしているのかな当事者の人生に寄り添って子どもの思いを受け止めるというようなねそういったその家事事件での活躍ということもできるんだ。 もちろんその少年事件では少年保護者一人一人と向き合ってですねその後の少年の処分の決定に大きく関わってくるのが調査官の仕事ですのでこういったその非常にやりがいのある仕事っていうことが皆さんを待ってるっていうところですやはりそれぞれですね今ちょっと調査官のものはですね他にもたくさん私も説明会に参加させていただいていただいてるんですがやはりホームページもそうなんですけれども実際に勉強を始めたからでも。 思わな是非皆さんもですね実際にそういった説明会に運んあの足を運んでいただくと、まあ、とてもその仕事のやりがいなどがよく理解できてですねあの面接の時の、まあ、いわゆる志望動機であったり やりたい仕事の説明などこういったことが非常にしっかりできるのかなというふうに思いますそのほかには当然地方公務員の仕事というものもございまして福祉事務所であったり児童相談所それから精神保健福祉センターであったり児童福祉施設などこれはその自治体がどのような施設を持っているのかということで県なのか市役所なのか または政令市なのっていうことでいろいろ違ってきますけれども先ほど申し上げた例えば児童相談所などでは心理系の公務員福祉系の公務員の方とも、まあ、にそこに配属されるわけですけれども心理系の方は基本的には、まあ、相談業務はそれぞれしますけれども心理検査を実施して心理判定を行いでその後に例えば箱庭療法など心理的なケアを行う場合もありますし 一方で福祉職の場合には関係機関と連絡を取りながらですねどういう福祉サービスっていうものを提供することができるのか本当にいろいろな意味でマネジメントをしていくのが福祉系の公務員になるかと思いますでこのようにですね心理福祉系公務員という一口で申し上げましてもその仕事の中身は本当に千差万別ではありますからやっぱりそれぞれ皆さんですね もう決めてみていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、なんとなく心理や福祉を生かして公務員になってみようかなみたいに思った方はいろんな仕事があるんだけれどもやっぱりご自身で何がやりたいのかっていうのは何て言うんですかねおお,おおよそのイメージはつくのかなっていうふうに思います。 そこからまだご自身で説明会なんかにもご参加いただきましてですねやはり一つ最後に第一志望のところを絞っていくそのような形で先輩なんかも受験を進めていらっしゃる方が多いですただそれぞれの試験においてはですねこれからちょっと説明をしていきますけれども試験の中身が少しずつ少しずつ少しずつ違ってくるんですね。 ですのでやっぱりそのどんな勉強していくのかっていうところの方向があまりざっくりしてますとやっぱりその自分自身の第一志望のところにやっぱり合わせた勉強をなさった方がよろしいかと思いますのでなるだけやはり早く志望先を決めていくっていうのは大事なのかなというふうに思います。でたたただだちょっと注意していただきたいきのはですね 心理系福祉系の公務員というのは、えー、その自分自身の,その心理であったり福祉の、えー、そういったその専門的な知見を生かしまして、えー、公務員として働いていきますので、えー、実は受受けられる受験資格といいいうもものが、えー、かなり厳しい自治体もございますでこれは自治体ごとに大きく異なっておりますのでこれは必ず頭に入れといていただきたいんですが特に福祉系それから心理系の大学の学部に にえー、所属していらっしゃらない方は、えー、受験資格がない可能性があるんですねですので、えー、やっぱりその児童逆転をなんとかしたいじゃあ 自分自身は心理や福祉の専門を大学では勉強してないけれどもという方はちちょっっとととききんとお調べいただくことが必要になってきますで国家公務員の場合はですね、まあ、裁判家庭裁判所の調査官であったりそれから国家総合職や、えー、法務省の専門職なんかもこちらは特に学部の要件とかこういう受験の資格がいる、まあ、いもちろんいくつかの受験資格はございます。 いただきたいんですけれども副受、えー、系の学部または、えー、心理系の学部でなくても、えー、受験できるようにはなっておりますでただし、えー、自治体の場合はですね、まあ、これが、えー、やっぱりいろいろな要件がかかってくるんですねで例えばこのパンフレットの方にも、えー、ちょっと書かせていただきましたけれどもご、えー、ージの下のところちょっと見ていただきたいんですが、えー、ここにはちっちゃな字で何が書いてあるのかというとですね、えー、ちっちゃな字で 各自治体により受験資格が異なりますので詳細は各自治体のホームページなのでご確認ください。なお福祉職の場合一般的に社会福祉主治人用資格の取得が必要になってきますよというふうにここで書かせていただいてるんですね。 社会福祉主人の任用資格で受けられるところはそれでもまだです、ね、あの多くの方にチャンスがあるのかなというふうに思うんですけれど例えばこれ23区特別区の福祉職なんですけれどもこれが昨年度の願書になります。 当該年度で変わる可能性がございますから皆さんが受験するときにしっかりご自身でもご確認いただきたいんですけれどもこれは23区の去年の募集要項の福祉職のところなんですね23区の福祉職は大変募集人数も多くて全国から受験生が集まってきておりますけれどもその際に国籍は問わないんですが社会福祉士もしくは児童指導員の資格を有する人 または保育士となる資格を有し都道府県知事の登録を受けている人でかつ、えーこ,のまあ、これは去年のものなので皆さんが受けるときにはまた年齢要件が変わってまいりますので、まあ、そういったところも必ずちょっとご確認くださいね、えー、ここは特別区の場合は社会福祉士であるの資格を有するということが、まあ、必要になっているんです。ね 国家資格などによって上記資格を取得見込みの人も受験できますよと。でただ えー、この採用されるときには社会福祉士の資格が必要になってますので、えー、通常皆さん先輩たちどうしてるのかっていうと、えー、まずは公務員試験のの方が年生月からスタートしていくんですねその4年生の5月からスタートしていく,、ね、ていく試験公務員試験を受けていただきましてその後四4年生の冬にあるあ国,家資格国家資格の社会福祉士の試験を受けて合格していただくっていう流れに皆さんなっています。 やっぱりここでですねせっかく特別区に合格したのに社会福祉士に落ちてしまうとこれはもう内定が取り消されて採用されないということになってしまいますのでこの社会福祉士の資格を要件にしているところという自治体も福祉の場合には多いです。で先ほどどののですね、えー、カンフレットの方にももありましたけれども 社会福祉主事の任用資格っていうのは、えー、公務員になった時に、その社会福祉主事に。任用されるための要件を満たしている人は、まあ、受験ができますよ、っていうことなんですね。で、これは大学とか大学院でですね、福祉系の科目を専攻していたり。それから、まあ、法律や社会学など。 まあ一定の厚生労働省が厚生労働省が定める科目をまあ大学で履修しているっていうことがまあ必要になってくるんです。ですから社会福祉士の資格、えー、保有者よりも少しだけこの社会福祉主事の任用資格の方が、えー、福祉系の学あの大学に所属していない方でも受けられる可能性がまあ少しあるんですね。でもしですねまあ今皆さんがまあそういったことをちょっとお考えで えー、福祉系の学部ではないんだっていう方はですねちょっとここ見ていただきたいんですけれども、えー、Google で検索、まあ、ワードはですね社会福祉主治人形資格厚、まあ、生労働省という形でまあ検索してみてください。そうしますと社会福祉主人業資格の取得方法っていうページをまあトップにくるわけなんですがこの中でですね、えー、資格取得方法の中で このような形でですね平成30年4月1日現在ということで大学において指定する科目をまあ履修していることっていうことが一つあるんですね大学等において社会福祉に関する科目を3科目,3科目以上納めて卒業したものということでじゃあどんな科目なんだろうということがここにこうあの挙げてあります。で えとそういったその指定科目が今現在どうなっているのかということがですねここに書いてありますのでこういったものをしっかり見ていただいてですね例えば平成12年現在までの卒業者大臣告示という形で出ているんですけれども法学民法行政法やそれから経済学や教育学こういったものでも3科目、履修していれば社会福祉主治の任用資格が得られるんですね。 ということで えと中には皆さんの中にはあこれだったらうちの大学でも取れるというふうに思われた方もいらっしゃるかと思うんですでただし、えー、例えば特別区の場合は、えー、今申し上げているような、えー、こういった社会福祉主治の任用資格ではなくて社会福祉士の資格が必要になるんですねでそうすると社会福祉士の、えー、まずは受験資格自体が、えー、これは福祉系の大学などで、あのー、先ほどと違って本当に福祉プロパーの方たちじゃないと、えー、社会福祉の資格が必要になるんです 福祉主事の、えー、社会福祉士の国家資格の受験資格がございません。なので、まあ、そのあたりまずですね心理、えー、系福祉系公務員の場合には受けられるのかどうかっていうところがまず一つ目、えー、第一関門としてございますので自治体ごとにそれぞれです。で今、えー、23区の えー、福祉ちょっと今、えー、一緒に見ましたけれども例えば23区の心理はどうなってるのかっていうところなんですが、えー、23区の心理は、えー、国籍を問わず、えー、学校教育法に基づく大学の心理学科を卒業したものまたはこれに相当するもので年齢要件に該当するものということで。 心理系の学部を卒業することが23区の心理系あの公務員では必要になってるんですね。じゃあ都庁東京都一類 B、えー、こちらはどうなってるのかっていうと心理系の人に関しては必要な資格や、まあ、免許なんかはないんですね。これね東京都の場合は しかし、福祉に関しましては、やはりですね、社会福祉士か、または保育士や児童指導員、それから児童自立支援専門員とか、こういったその資格の保有者ということが必要になってきます。でそれから、それに対して、ですね、例えばえ埼玉市の場合は、今度埼玉市の場合はですね、審理に関しまして、 臨床心理師の資格を有する人という形の資格要件があるんですね。でそれから、えー、福祉の場合は、えー、社会福祉主治・任用資格が必要ということで社会福祉士ではなくてもいいと、まあ、こういう形で本当に自治体ごとにいろいろなんです。ですから、えー、この辺りをですねまずは心理系福祉系公務員を目指したいなというふうに思われている方。 まあ特にその中でまあ自分自身は児童虐待を何とかしたいとか、えー、その福祉に携わっていきたいというその熱い思いをで今こちら見ていただいている方はまず受けられるかどうかというところをまあしっかりご確認いただくとよろしいかと思いますでその上で、えー、社会福祉主事の任用資格があればじゃあ法学も受けたし経済も大学で履修してるから、まあ、自分受験資格あるんじゃないかというふうに思っていただける方も多いと思いますし、えー、逆に例えば、えー さいたま市で心理目指そうとかなと思ってたけれども、えー、臨床心理士の資格がいるのが。 じゃあ違う自治体の方がいいのかなとかね、まあ、そういう形でまずはここ受験資格というものがかなり厳格です心理福祉の場合にはでただ先ほど申し上げましたように家庭裁判所の調査官であったり国家公務員系は特にこういった要件がございませんのでもちろん他にちょっと要件がございますからそちらをご自身で、まあ、願書などでご確認いただきたいなというふうに思っておりますまずはご自身でもでもすね情報 ちょっと収集ししてみましょうというところが大事なまずは一つのポイントになるのかなというふうに思います。えということで、えー、と皆さんにとって、えー、人のためになりたいというその熱い気持ちまずお持ちいただいて今これを見ていただいているということがとても大事なんですけれども、まあ、その次にはですね,どん,なことねどんなことをしていただきたいのか。 もちろん今日お渡ししている公務員試験ガイドの心理福祉系公務員のところに、まあ、試験概要なんかも,もちろん出てるんですけれども、えー、ご自身でも直接ちょっと見ていただくとよろしいのかなっていうふうに思いますね。えー、試験の内容であったりそれから、えー「国家公務員採用ナビ」という、えー、検索ワードがございます。 そして自治体の各ホームページなどもです、ね、ごめんなさい29年となっていますが令和元年のすでに終わった募集要項なども自治体のホームページのところにアップされていると思います。それからそれぞれの自治体で心理職や福祉職の若手の職員さんがどんな仕事をしてどんなやりがいがあるのか。 こういったこともお話ししている自治体のホームページ多いです。それから法務省のホームページにもですね、職員からのメッセージなんかも載っております。ですからまずは皆さんですね、自分自身でもそういったものをこうどん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 ,どん自分自身で見ていただくと、まあ一つその就職というものを考えた際に、まあ、転職の方もいらっしゃると思うんですが、まあいろんなその広がりというものまあ自分自身の中で見つけられること見つけることができるのかなというふうに思っております。それで。 ではじゃあ試験の中身なんですけれども、えー、先ほど申し上げましたように、まあ、公務員試験というのは、えー、教養試験とそれから専門試験、えーせえー、試験に関しましては、まあ、2種類あるというところをまずはご理解くださいで例えばどんな科目どんな形になってるのかっていうとですね、えー、こちらが、えー、今度は白い冊子の方を見ていきたいと思います。 こちらがまあ種類差しの公務員試験外の心理福祉系心理福祉系の公務員の2020年版ですね。こちらのですね、ちょっとめくってめくってめくっていただいて、8ページのところに試験の流れがまあこちらで説明されています。まず総合職の場合には基礎能力試験とそれから専門試験卓一の試験を受けていただきまして、一時合格した後にはマニジで専門の研修をして。 それから人事面接なんかを経て合格発表が出てきますその後に先ほど見た厚生労働省であったりとか法務省などに官庁訪問をしていただいて採用,採用内定が決まっていくっていう流れになるんですね。 つまり合格イコール採用ではなくて、えー、国家公務員の総合職の試験に受かった後には、あなたは相互職として働く、何ですかね、あの資格がありますよっていう名簿に載るんですね。その名簿に載っただけでは行く先が決まらないので、まあ、その後民間の企業訪問と同じような形で各官庁を回っていただきまして、それぞれの官庁から内定をいただいて、予約行くところができますっていうのが総合職です。それから、法務省の専門職員に関しましては、 基礎能力試験とそれから専門の択一にプラスして専門試験の記述式というものがございます。そしてその一時の筆記を通った後に合格発表がありましてその後二2時では人物試験というもの面接ですねというものに入っていくんだそれから裁判所の調査官の場合には今年からちょっと大きく変わっていくんですけれども。 えー、皆さんが受けるときには一次の筆記試験がまあ基礎能力試験だけになるかな,なるということが公表されております。でなるだけ裁判所の方はですね、まあ、ピークのときからまあ三分の一ぐらいに受験者数が減ってるらしいんですね。えー、なので、まあ、なるだけたくさんの方に受けていただきたいということで一次の筆記をまあ基礎能力試験だけにして、えー、二次のところでまあ専門の記述を貸していこうまあそういう形に試験制度をまあ今年から改めております そしてもちろん面接なんかも人物試験なんかも二次試験のところであるんだそれから、まあ、東京都や特別区もですね、まあ、大体流れは一緒なんですけれども1次のところで、まあ、教試験は5試削一なんですが東京都も特別区も心理福祉系公務員で受験をしようという時には専門が記述式になります。 なのであの行政職を受ける行政事務を受けるときには通常、東京都も特別区もあごめんなさい特別区はですね専門科目が卓越になるんですけれども心理福祉の場合には特別区の専門が既実になります。 でそして、えー、どこが一番やっぱり難しいのかなといったらもちろん総合職なんですけれども、えー、裁判所の調査官も総合職レベルになりますので、えー、家庭裁判所の調査官とそれから国家総合職が一番難しいのでそしてまあこいっちなんですけれども特別区のこの専門の記述などは。 まあ皆さん大学さんで定期テストなんかも受けていたと思うんですけれども、す、まあ、でにその定期テストなんかをしっかり受けていれば、まあ、基本は書けるようなレベルがまあ当然ここにどっさり出てきますよっていうような、えー、基本的な問題が多いです。それから、県庁では整理士なんかになりますと、えー、専門科目も卓越のところが多くなってきますね。えー、そういった形で、試験の,その形式自体も、えー、卓越というのはマークシートです。 五子択一なんですけれども5つの中から正しいものを選びなさいという択一式なのかそれとも専門試験のところで規律があるのかそういったその形式なんかでも形式でも大きくそれぞれの自治体で違いがございます。ですので何かですね一つ公務試験新宿中の公務試験みたいなね選択試験みたいなのがあってそれに分かればどこか好きなところに行けるのかな。 そういうものではなくてそれぞれ採用するところでそれぞれの採用試験の形または形式をとって形式と形は一緒ですね内容をそれぞれ採用するところで異なっているというところもご理解いただければと思います。 でただ、まあ、共通している部分というものも多いですのでじゃあどういった勉強していくのかというところをます、えー、まずはですね先ほども、まあ、このように試験の中身が少し違ってきますから第一志望はなるだけ早くあのお決めいただいた方がいいのかなというふうには思うんですね。 でえー、先輩たちはどうしてるのかっていうと、えー、これは就職試験になりますからこいちなんですけれどもやっぱりたくさん併願した方がいいのかなっていうふうには思っております、えー、なので4月のその毎年、まあ、大体4月の終わりに高科総合職の試験がございますがこの辺りから皆さんあの順番に受けていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。 でまずはこの国家総合職人間科学区分をお受けいただいた後に、えー、5月の第1週のところで、えー、東京都と特別区とまあ、それぞれもう同日日程に試験がございます。ここ気をつけてくださいね。えー、東京都と23区はつまり併願ができないということです。 都庁で働くのかまたは23区で働くのかでこの23区は特別区っていうふうに呼ぶんですけれども23区合同で筆記試験があるっていいう,うに思ってくださいでその中で願書を出す時にですね希望3区っていうものを書くんですね。 で最終合格した時の順位によって自分が書いた第一志望から第3志望まで特にその第一志望の区から「面接に来ませんか?」って言われることもありますし「ちょっと面接で失敗しちゃったな」みたいな時にはあの自分がこの希望ンクとして書いていない区から「面接に来ませんか?」っていうふうに言われることもございます。 ですので23区は合同の筆記試験合同の面接試験があった後にそれで最終的に合格をして名簿に載った後それぞれ各区で面接があって内定が決まるっていう形になっているんです。でそのの23区でで働くにししてても絶対この区でみたいに思ってらっらゃる方は 筆記のみならず、まあ、面接やそれから論文などできっちり特に面接ですね、えー、しっかりした面接を行っていただいて名簿の順に乗るっていうことが大事になるかなと思いますそれからその翌週にですね先ほど見た家庭裁判所の調査官の試験がございます。 そ,れからその後6月に入ってから法務省の専門職員の試験がございまして通常6月の第4週のところで県庁や政令市などが一斉に試験をしていきます通常ここまでですね心理福祉系の公務員として併願をしていくというのは大体ここまでのところで併願をしていきます。 でここから先は皆さんそれぞれになっていくんですけれど通常先輩たちはですねこの後も就活なのであのどういう形で受験,先を決め受験先を考えていたのかなっていうことをちょっと例として申し上げてさせていただきますと先ほど筆記試験は教養試験と専門試験があるっていうふうに申し上げましたよね。でそれ以外にですね心理福祉系を受ける方は教養試験と専門試験両方通常あるんですけれども。 実はこの市役所であったり、えー、国立大学法人というのは教養試験だけけでで受けられるんですでそうしますと特に福祉の方なんかはもちろん公務員として福祉職として働くっていうことも視野に入れてらっしゃるんだけれどもその福祉サービスを受ける前の段階で、えー、その住民の方々をまあ支援していきたい。 そういう思いいい思でで行政職を受ける方も多いですで教育試験だけで受けられる市役所というのが最近大変多くなっておりますのでもう国立大学法人なんかもそうなんですけれどもやっぱり近年大学生の中でもあのやっぱりこうメンタルの面でちょっとこう途中でこう引きこもっちゃったりとかねそういう学生さんもいらっしゃる中で自分自身の今まで学んできたことが活かせるんじゃないか活かせる場面というのがあるんじゃないか。 そういういいことをお考えいただきながらら大学法人ななんかを受ける方もいいっしゃいますのでこれは就職活動なのでやっぱりですね自分は絶対ここだけだここ行きたいんだっていうことではなくて、えー、似たような試験科目であの受けられるところもありますから、まあ、そういったことでやっぱり併願先を増やしていくっていうことが、えー、とても大事なのかなっていうふうに私は思います。 でこういった形でですね勉強を始めたからには、えー、共通する科目であったり例えば教育試験は必ずどこの試験にも同じようなものが出されてきますので教育試験だけで受けられる公務員も受けていこうとかね、えー、そういう形でまあ併合をなさっていくのが、まあ、一般的なパターンです。ですから、えー、勉勉強強を始始めめたんだけれども、まあ、勉強を始めていく,にあの行く際に もし落ちちゃったらどうしよう、まあ、そういう気持ちは当然あると思うんですけれどもえ皆さんやはり閉館をしていいことが多いですですからえまずは大事志望を決めていただいてえコースを決めていただくということが必要になってくるかと思うんですが、えー、その次にはですねやはりいろんなところをこう視野を広げて説明会何回も行きながら併願先を広げていかれるとよろしいと思います。 それから国家総合職なんて全く考えてないわという方もですね、私は自治体の審理や自治体の副職で働きたいのという方が多いと思うんですけれどもその中でもですね、例えば東京都の特別区の試験というのが5月の初っ端なので結構早い段階に来るんですね。そうするというところがあるんです。 なんで総合職全く考えていなくてもですね、やっぱり本番のそのなん,てうんですか雰囲気を味わったりするためにも、この4月のラストの週の総合職は OK いただいた方が。 こうなんとなくこう試験慣れするっていうのはなんですけれどもあの模試とはまた違ったね本番の感覚を見ていただくためにもいいのかなっていうふうに思いますそれから例えばちょっと後で見ていきますけれどもえ時事なんかも出題されますのでそういった意味で例えば総合職で出されていた時事を復習することで東京都や特別区の時事にも役立ったっていうことも絶対あると思うんです。なででぜひををしていくっていいくくとうことをお考えくださいそれでは教育と 専門と2種類あの引き試験があるというふうに申し上げましたけれどもじゃあ、えー、教養試験というのはどのようなものなんだろうっていうところが今度は14ページです、えー、14ページに教養試験基礎能力試験と呼ばれるものを願書、えー、よりもちょっと細かい詳細な、えー、科目一覧というものをここに掲載させていただいてます、えー、まずご自身が受けたいなって思っているところをこう縦に見ていくっていうふうに思ってくださいね えー、例えば、えー、地方上級全国型この関東型中北型っていうのはその試験のそのなん,んですかね少しだけ形が違うんですね。 で、これは予備校の呼び方ですえ、予備校があの試験の形によって全国型関東型まあ、中国型っていう風うに言っているだけでこういう形がそのそれぞれこうぴっちり分かれているわけじゃないんですね。例えば関東型ですと50問出題されるんですけれども、その中から40問回答すればいいという選択方式になっているんです。 全国型だと50問出題されて50問必須回答していくんだそれから都北別区などでも48問出題されて40問選択になっていますで東京都なんかは40問、えー、出題されて40問筆頭なんだ国家系の方もそうですねでそれ少しだけやっぱりちょっと違うんですけれども科目はほぼ一緒なんですね英文現代文と呼ばれるいわゆる文章理解とそれから判断推理数的推理資料解釈という。 民間企業さんを受けるときにも、まあ、SPI の,の、まあ、非言語に該当するのが、まあ、この数的処理です。ただ民間企業さんを受けるときの SPI の非言語と公務員のときの数的処理、まあ、どっちが難しいですかって言ったらば、えー、これは公務員の数的処理の方が難しいです。 ですので、えー、公務員になろうというときには、えー、皆さんですね、まあ、英文はそれぞれ皆さん得意不得意で決めていただいていいんだけれども現代文は通常皆さんそんなに勉強しなくてもですね、えー、1問ぐらいち当日間違えちゃうかもしれないけれどもそんなに苦労するところではございません。で英文の方は得意な方はですねここをやっていくと非常に得点が安定しますが。 今まで英文が大嫌いで本当にもう今からやるのなんて無傷が走るみたいな方は数的処理の方でしっっかり点を取っていいいければいいと思いますでむしろ数的処理はちょっと数学とは違うんですけれども、まあ、そう言ってもそういうのはあんまり得意じゃないなっていう方は逆に英文でしっかり点を取ろうとかね。 そういう形で特にこの一般知能分野と呼ばれるところの出題数が見ていただければお分かりになると思うんですけれどもやっぱり出題数が多いです。ということでまずはこの数的処理というものを攻略していくことが共有試験を突破するための第一関門になると思います。 ただし合格ラインはだいたい6割を取っていただければまあ、一時が突破できますので全問正解することは必要ないんですね6割を取ればいいんだということをしっかり頭に入れて 積みみ上げ方式でやってみてくださいえつまり苦手な科目を克服していくのではなくてどこで点数が6割に到達できるのかなという形で得意なものそれから解きやすいものえそういった形で少しずつ6割に近づくように積み上げていくのが公務員試験のの勉強の仕方になりますでそしてえその下のところを見ていただきたいんですけれどもここまででやったような科目がずらーっとこう並んでるんですね。 そののの次にに大事になってくるのが社会科学のところです、えー、法律政治経済社会や時事のところここがいわゆる公民とそれから時事政治経済と時事のところなんですがここは比較的ですね出題数が多いということとそれから皆さんここはなじみやすい勉強がしやすいということもありますので数的処理の次に、まあ、2番目に力を入れていただきたいのがこの社会科学のところになります時事含めた社会科学のところになるんですね。 でそして間にある数学物理科学生物地学や日本史世界地理などはここはです、ね、なんでこんなこまごまこまごま出題があるのかというと先ほど申し上げましたけれども、えー、建築や土木を専攻している方も皆さんのように心理や福祉を専攻している方や法律や経済を大学で専攻している方みんな同じこの教養試験を受けるんですね。 でしたがってどこか1つの科目だけにこう問題が集中していましたらそれが得意な人だけ有利になってしまうという不公平なな試験になってしまいまいすよねですからそれぞれの科目をまんべんなく1台ずつまたは2台ずつとか出題してるんですけれどもここはですね全部解くように公務員の,その,あの問題を出してる人もそういうつもりで出してるわけじゃないんです。 この中からご自身が得意なものを取って、まあ、6割到達していただければいいんだよっていうものなんですねですからこの中にはもちろん捨て科目を作ってもいいですでただあんまり捨て科目が多くなると得点が安定しませんので公務員というのはそれぞれの科目の中で基本的なもの自分がこの分野だったらできるみたいなところだけでも例えば物理でもですね、えー、波のところとかドプラー効果とか こここだけはやっておこうみたいなねそういう分野が1個あって、えー、化学やそれから生物なんかでも特別区なんかでは2台2台出ますので、まあ、非常にこの絞りやすかったりするんです。でということで、えー、ここはですね広く浅く基本的なことを積み上げていく、まあ、そういうつもりでやっていただきたい全部を解くように元々できてませんそれからあ苦手なものから克服するっていうのは一番やってはいけないことでしょう。 コロナ禍から絶対やんなきゃいけないのはやっぱ数的処理をやらないとなかなか6割が突破できないので、まあ、ここはまず最初にやりましょうそれから社会科学がその次に出題数が多くてなじみやすいのでその次に大事なのは社会科学ですよ。 文章理解は英文現代文はおそ、えー、らく皆さんできると思うんですけれどもあの英文については、えー、比較的あのそんなに嫌いじゃない人はここをしっかりやると得点が非常に安定するので特にまだ12年生でまだこの、えー、ビデオをご覧になっていただいている方はぜひ英語を頑張っていただきたいなというふうに思います。でそれに対してその専門科目なんですけれども、えー、専門科目はですね、はい、今度は17ページからです。 皆さんが大学やそれから院で勉強した科目が確かに入ってるなというのをちょっと後でここでご確認くださいでそれから、えー、例えば調査官を受ける方でですね教育学部で市理とか福祉の,学のことは全然やってないんだけれどもという方でも調査官合格されている方はいらっしゃいます。 それから裁判所で働いていた方にちょっと伺ったことがあるんですけれども本当に理工の学部からですね一から勉強して入ってきてい,たあのいらっしゃる方もいるというふうにおっしゃってましたなので受験要件の中に何らかの形でこういう学部があので卒業が必要とかこういう資格が必要とかそういうことがない場合にはあの可能性はもちろんあります。 でただ、まあ、正直申し上げますとやはり大学さんで、まあ、勉強している方がやっぱり対象になってくるような、まあ、講座の中身にはなっておりますので、えー、大学で心理や福祉を学んでいない方は、まあ、それ相応のちょっと覚悟を持って、えー、入っていただくということがちょっと求められるかなそういう試験科目になっております。 じゃあどんなコースがあるんだろうというところをちょっとご紹介したいのとえ勉強方法ってそれだけですかというふうに思った方ちょっとこちらを説明していきたいんですけれども今度はパンフレットのですね10ページ以降ちょっと見ていただきたいんですけれどもまずはここで福祉系公務員スペシャルコースというものを見ながらちょっとコースの説明をさせてください。 この「福祉系公務員スペシャルコース」というのは福祉系の公務員を目指すにあたってですねレッグでご提供している全ての講座がこの心理系ごめんなさい福祉系公務員のスペシャルコースに入っておりますつまりまだ今の時点でですねどのようなそのところを受けていくのか迷っていると後々もしかしたら志望が変わるかもしれないので <laughs> マックスで フフルフルバージョンくださいみたいな時にはこのスペシャルコースになるんです。で同じようなものが、えー、心理系の福祉の方にもございます。えーこちらが 22ページのところになるんですけれども、22ページには、心理系公務員スペシャルコースというものがございます。でこれは心理系公務員を目指す際に、レックで提供している講座が全部入ってますよ。だから安心してどこでも併願できますよというのがスペシャルコースですで。その中でですね、ちょっとまずは説明したいのが、開講式というものが入っております。 でこの開講式って何かというとですねもうちょっと詳細にあの勉強の仕方について何をどうやっていくのかということをお話しさせていただいていますなのでえ勉強の仕方それだけですかと思った方、えー、入っていただいた際にはこの開講式をまずお受けくださいでその開講式でまどのように具体的に勉強していくのかというお話をさせていただいております でその次に、えー、公務員試験の、まあ、基礎の基礎ということで、まあ、数的処理の10回というものがついております。でこれ先ほどですね数的処理というものが、えー、公務員を受けるときにはとてもあの大事なんですよという話を申し上げましたけれども例えば数的処理って、えー、どんな問題なんだろう皆さんちょっと心配になりましたかでこれ数的処理の例えば例題としてはですね え資料解釈の問題を11ページの方に載せてるんですがえ民間企業さんの s p r もちょっとやっぱりあのコンビの,あの資料解釈の方が難しいいと思いますそれから10ページのところにもえ例えばですねウェブの方ちょっと見にくいかと思うんですが速さの例題ということでこれ実際よく出る問題なんですけれども流れの速さが毎分4 0ルで一定の川の上流の H 線と 下流の B 地点との間を船が往復しているんだこの船が B 地点から A 地点まで登るのにかかる時間は下るのにかかる時間の1.5倍なんだこの船の上りの速さを求めなさいだと,という形でああなんかこんなの小学校とか中学の時、まあ、特に小学校6年生だと思うんですけれどもやったなーって思う方いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますでもこういうの大嫌いだったという方もいるんじゃないかと思うんですね。 しかしこの手の問題っていうのはですね解き方さえ覚えていただければ、まあ、正直これ1分かかんないで出ちゃうかなっていう問題なんです。でしかしながらじゃあいきなりねこうやってその数的処理なんかは「はいやっていきましょう」って言っても。 ちょっとと大変かなっていうところはあの今までやってきたこともそんなにばっちり覚えてるわけではないだろうということでちょっと失礼ですけれど覚えてる方もいらっしゃるとは思うんですがいやちょっと不安だわという方のために公務員試験の基礎の基礎ということでこれからその数的処理の勉強をするにあたってですね必要となる中学校や高校であのやってきた算数数学の基礎これ今一度ここで確認します。 そこから数的処理教養マスターのところで数的処理の勉強に入っていくという形をとるんですね基本的にはこの教養マスターと呼ばれる科目が公務員試験では大事になってきますそしてその数的は講義を受けてテキストの例題の解け方を覚えていただいた後に今度は数的処理のプラクティスという形で問題演習を少ししていただきますでその後にはですね弊社の解きまくりという えー、過去問集をどんどん解いていくか、まあ、そういう形でですねあの講座が組まれてるんですねその数的処理の解きまくりに関しては一問一問について解説講座までついてますですからやっぱり皆さんが一番苦手とする数的処理に関しましては3ステップ4ステップですね基礎の基礎から実際の,あの講座に入っていただいてでその後 実際の過去問とテキストの間に、まあ、プラクティスを解いていただきましてでそしてその後に過去問を解いていくんだもうこういう形でですね比較的皆さん多くの方が苦手意識を持っている数的処理については4ステップ取っております。 そのほかにこの必修数的処理というのが国家総合職を受ける場合の国家総合職用のちょっと難しい数的処理なんですねそれからこの教養スペシャルも総合職の過去問を中心に構成してありましてこの教養セレクトの方がいわゆる地方上級やそれから法務省の専門職などの国家公務員用の法務省の専門職員などのレベルの教養の 勉強していただくのがこっちの水色のセレクトになってます。じゃあ専門科目はっていうところなんですけれども、専門科目に関しましてはこれ新卒の方も一緒なのでちょっと同じようにお考えください。えー、福祉系科目対策講座。 これが心理系科目対策講座という名称に心理の方は変わるんですけれどもこれが社会学や社会福祉学教育学ということで皆さんがもちろん勉強する際に必要な科目というものが含まれているんですがこう社会学演習編5回って書いてるのはなんで演習編5回って書いてあるの,えっあるのえこっちの、えー、と社会心理学の方は「講義編3回」って書いてあるのに。 なんで演習だけなのと思った方は家庭裁判所調査官の専門科目対策講座の方で社会科学10回バッチリインプットやるんですねなんでこのインプットは調査官の方の専門科目対策講座で社会科学10回びっちりやるのでこっちの福祉系科目対策講座の方はこの演習編5回というのは卓一の演習をします五四卓一の演習問題がついてます そういった形でまずは卓越対策とインプットをしながら卓越対策をしていただきましてその後、福祉系科目対策講座これが心理系の方は心理系科目対策講座ってなってるんです。が、 これがですね、法務教官であったり法護監察官やそれから東京都や特別区などの専門科目が記述のところの対策をこの福祉系科目記述対策講座でやっていただきます。 それから、えー、調査官の二次の記述はもうちょっと難しくなりますので、えー、調査官の二次記述対策がまた別個あるんですね、えー。そういった形でこのスペシャルコースというのはいろ,んなをいろんなところを併合していくときにでで提供してていいる講座全部入ってますすう形ですそれから東京都や特別区または自治体を受けていくときには、えー、教養論文と呼ばれるものが別途課されることがあります。 東京都や特別区では、この教養論文も非常に大きなウェイト、あの合格に。合格内定をいただくためには、非常に大きなウェイトを占めてるんですねで。その論文マスターについては、教養論文を対策をしていくんですけれども。まずは、えー、講義編業界のところで。 何をどのように書いていくことが必要なのかというインプットをしていきます。多くの,その公員試験における教養記述、論文試験というのは行政課題が多いんですね。今現在東京都の特別区または滋賀県などがどのような行政課題を抱えていてもちろん札幌市もそうですけれどもそれに対してですねどのような対策をすべきなのか。 っていうことが聞かれるんですけれども実際そのどのような対策をすべきかということの中身の中は今現在どのようなことをしているのかということをまあ踏まえてほんの少しだけ自分のオリジナルを出していただければよろしい感じなんですねつまりえこんな課題が出たらこういうことを書かなくてはいけないそしてこういうお作法にのっとるべきっていうことが ほぼ形が決ままってます、公務員の論文は。ですのでそれをえこういうどの課題に対してどういうことを書いていくのかっていうことを講義編4回で学んでいただくんですね。でさらにはこの答連編4回にえでおいて,え添,削をして添削を受けていただくっていう形です。でレックの場合はえ答案提出していただいてから大体いい3週間ぐらい日時をちょっといただいておりますので、えー、その、えー、添削をした後のものはえウェブ上で赤い色がしたものを ご覧いただけるような形にしておりますでそれからその下の範囲指定と案例集会というのは、えー、総合職で課せられる政策論文用なんですねそれからもちろん、えー、面接マスターや官庁訪問対策なんかもフルフルバージョンには全部ついてます でこの面接マスターの方が地上や、えー、国家公務員の普通の,国家あの強制審理なんかの一般的な面接マスターというものがついておりましてこのの人事面接や官庁訪問というのが、えー、総合職業になっておりま,すでまずはもちろんそのどんなことが聞かれるとかね、えー、どういうことを準備したらいいのか。 というのを、まあ、座学でこれ講義なので、まあ、2回聞いていただくんですけれども、まあ、その後ですね、担任相談を利用していただいたりそれから、えー、担任あの教えてチューターというものがついておりますので、えー、そういったもので質問していただきながら志望動機や自己 PR をままずは作っていいいたただきたいと思いますで。そして最後はですね、リアル面接シミュレーションで、えー、元公務員の方々に、まあ、本番さながらに面接をしていただくんだ。 こういった筆記から面接対策までフルフルルバージョンついておりますそれからえ「時事白書ダイジェスト」っていう構図ももちろんついてるんですけれどもやっぱり時事ってあのテキストになっているものを覚えていくということも大事なんですが公務員に出るような時事を日々日々チェックしていくということはもちろんすごく役に立つんですね。 ただその時に「じゃあ新聞読んでくださいね」って言われてもなんとなく新聞読んでるだけでは時事の問題解けないんです。なのでレックの時事の専門の講師がですねその時事で問われるようなニュースをピックアップして皆さんのスマホに配信しております。 ですから皆さんのスマホに定期的にその時事のニュースが届きますからそれをチェックしていくだけでも全然違うんですね。それにこれかなり使い勝手がよろしくてですねあの一度見たこの記事取っておこうみたいなところを取っておけたりとかそれから一問一答なんかもついておりますそういったものもスマホに配信しているので時事も楽々対策が取れますさらにはその人に最新情報を提供するものとしてデジタルホームルーム4階というものをご用意しているんですね。 なかなかその勉強やそれから実習などであの通えないという方新福祉の方多いいと思いますそういった時にその最新情報としてデジタルホームルームをご提供してるんですが、まあ、例年ですねこのデジタルホームルームの2回目と3回目はその前年の合格者アドバイザーにも出演いただきまして。 その合格者アドバイザーがどういうふうに勉強したのかとかどのように面接対策をしたのかとかそういうことを合格者に話していただいてますで。こういったその機会も皆さんなかなかないと思いますのでそれからこれがもう本当に皆さん是非ゲットしていただきたいというのが最新参加年本試験問題集ということで。 ち、えー、ちょっっっと濁っちゃっててごめんなさいね赤いところなんですけれども、えー、総合職人間科学区分や家庭裁判所の調査官それから法務省の専門職員であったり、えー、東京都や特別区の記述ともちろん回答例がついております。 問題だけだったら皆さんも人事院とかにですね、えー、情報請求をしていただければ国家公務員のものは問題と回答だけは手に入りますが解説がないとねっていうところがあると思うんですそれから記述のこの回答例はもちろん人事院では作ってくれませんから、えー、そしたらその記述の回答例を見ていくっていうのはとても有意義ですよね。それから裁判所の方にもも、特別区でも 東京都でもホームページに過去問を公表しておりますがやっぱり解説と模範解答例がついているっていうことがこの,3年の最新3カ年の本試験問題集の非常に大きな特徴になっております。ということでやっぱり独学ではできないような面接対策であったりその過去問の記述の解答例などこういったものをですね講座の中では皆さんに教材として提供していくっていうことになります。 ですから本当にです、ね、筆記のみならずやはり合格内定というものをいただくためには筆記試験とそれから先ほど申し上げた特に自治体では教養の論文とそして面接が この3本揃って初めて内定がいただけるっていうことになりますので特にレックの場合は筆記のみならず論文やそれから面接対策まで非常に充実しているっていうことが大きな特徴になっております。それ,これ,それでではは先ほど今見たのはですね、えー 心理系もそうなんですけれども福祉系公務員スペシャルコースそれから心理系公務員スペシャルコースは、えー、デックで提供している教材がフルフルバージョン全部入ってますなので安心してちょっと勉強進めてくださいどこを併願しようと思っていても OK ですよっていうものなんですけれども、まあ、そこそこお値段当然のことながらいたしますのでいや自分はもうかあのここっていう東京都市に行って決めてるので。 という方はですね、次の12ページ、ちょっと今度、福祉になりますけれども、地方上級福祉職洗顔コース。これが自治体の福祉職を目指している方の洗顔コースになっております。同じようなものがですね、心理職の24ページに、地方上級心理職洗顔コース。こちらがございます。いずれもですね、東京という特別区に対応できるように、心理系科目の技術対策講座、 それから福祉系の地方上級福祉食の洗顔コースにも福祉系科目の技術対策講座というものがございますので東京都や特別区それから県庁や政令市などこういったところで福祉食や えー、心理職を目指してそこが大事志望だっていう人は、えー、他はあまり考えてませんという方は地方上級のこちらの福祉職専願コース心理職ま専、あ、願コースになるかと思いますで一方で法務協会や法監察官などを目指してますという方は、えー、ちょっとその科目の中身が違ってくるところがございますので、えー、法務協会、法監察官、専願コースがございます以下はですね皆さんが閉願するところに合わせて あの代表的な併願先皆さんが比較的併願するところを合わせて必要な科目をコースにしておりますなので自分自身がどこを受けるのかなっていうことをお考えいただきながら、まあ、閉館コースなんかをお選びいいいただくととよろしいと思いますそれから家庭裁判所調査官を目指されている方はですね、えー、こちらが28ページからの説明になっているんですけれども。 特に今年から大きく変わっていきますのは、えー、2020年皆さんがもう受ける段階でそうですね、えー、一次の筆記試験が先ほどもちょっと申し上げましたけれども基礎能力試験のみになりますそれから、えー、二次試験の専門技術の科目選択制限というものがなくなりましたので法律科目だけで受験ができるという受験ができるようになったんですね。 やはりその法律を勉強していく中で自分の法律の知識を人々のために役立てたいんだっていう時に家庭裁判所調査官というのは一つ大きくやりがいのある仕事だと思いますで心理とかね勉強してないんですけれども大丈夫ですかそういう質問やはり多いんじゃないかなっていうふうに思うんですねそれも裁判所の方のあの説明会の資料でですね あの書作家になるためにはめちゃくちゃ密集で研修というものがあるのでなので心配しないで皆さんいらしてくださいっていうことをまあ説明会のところでもあのあの担当者の方がおっしゃってました、えー、カルキュラムの一例として、えー、しっかりここでまあ臨床心理や発達心理など 必要な科目は勉強していくので入ってから2年間研修がございますからねこれはもう本当に充実してるので皆さん心配なくあのとにかく皆さんの熱いその心人のためにっていうことをね持っていただければあの合格もちろんできると思います。ということで、えー、その、えー、調査官の場合にはちょっとその法律を選択するのかしないのかということでちょっとコースが違ってまいります。 なので次ののでで次ページのところですね家庭裁判所調査官コースというのは法律系の科目を選択するのかそれとも心理や福祉などの法律系科目以外を選択するのかそれから法律科目のみを選択するのかこういうところで少しコースが違ってきます。心理や福祉の方は法律科目以外選択をお選びいただいてよろしいと思います。 それから法学部の方で心理や福祉をやっていない方は法律学科目のみ選択でいいと思います。でただ、まあ、自分自身教育学なんかもちょっと履修しているので法律学とそれから教育学なんかを合わせてちょっと勉強していこうかなみたいな方が、えー、法律学科、えー、法律学科目選択っていうところを選びください。えー、そういう形でちょっといくつか分かれてます。 それは2次の記述のところでどの科目を選ぶのかなということで全然その勉強の仕方が違ってくるのでその違いだというふうに思っていただければと思います。そして調査官の場合にもいくつか併願先と合わさったコースというものがございますが調査官を目指す方はこの調査官コースを選びいただいている方が圧倒的に多いです。ですから何を選ぶのかということをちょっと後でお考えいただければと思います。 ただ、これ、とあのすごく迷う方多いんですけれども、迷った後であので、とりあえずお申し込みいただいた後に、発送日まででしたらば、変更することも可能ですので、まあ、そういった時には、ですね、まあ、遠慮なく、あのコールセンター経由でお問い合わせいただいてもよろしいですし、あの窓口のところでお問い合わせください。 えー、そしてその次はですねじゃあそれぞれのコースにどんな科目のどんな講座が入ってるのかっていうところの一覧が、えー、36ページにございます。 心理福祉職の対策コースの科目一覧っていうことのところにあの載せてありますので自分自身の,その死亡先の願書あの募集要項前年のものを見ていただきながらじゃあどののコースがいいいかなってこちらでもご検討いただけますそれからレックの大変良いところっていうところを最後にちょっとアピールさせていただいていきたいんですが。 だから上位合格ができるんだレクが選ばれるというところがペページ43ページジですまずは優秀な講師陣ということで心理や福祉の専門家っていうのは医、まあ、院を卒業した方ってたくさんいらっしゃると思うんですね。 しかしながらレッグのこの講師お二人は吉川先生心理系科目を担当していただいてますけれども元家庭調査官でさらには上級調査官としてあの指導もされていた方なんですねそれから白鳥先生福祉系科目あの教育学の科目をご担当いただいてますけれども元自治体で教育委員会なんかでもご活躍されていた方なんです。 えつまり元公務員の方々でさらにさら加えて専門的な知見のある方たちが講師としてやっていただいているっていうことがマレっくの非常に大きな強みだと思います。 それから、えー、各校舎に、まあ、担任講師がおりますので、えー、例えば、教育試験で数的処理がわからないとか、えー、教養論文をちょっとその4回がねあの、答案を書いて添削していただくチャンスがもともとコースについてるんですが、えー、じゃあ、その後に書き直してみましたとか自分自身でこんな課題も書いてみましたみたいなときには、えー、担任相談をご,ご,ご,ご活用いただきましてです、ね、あの添削をもう一回やっていただくということも,ももちろんできます。 それから先ほど申し上げましたように、まあ、時事対策として講座もあるんですけれどもスマホに、えー、試験に出やすいニュースが飛んでくるというのは大変よろしいですよね。それから選べる学習スタイルということで心理福祉の方たちは、まあ、実習ななんんかかももも大変忙忙ししい、いいいゼミなんかも忙しい方も多いと思います。その中でレックの、えー、講座というのは、えー、学習スタイルのところ、えー、47ページちょっと見ていただきたいんですけれども。 教養科目につきましては通学のご用意がございませんそして通学をご選択いただいた場合でもすべての講座にウェブがついておりますので例えば通学をこうたまに行ってもねあの間,間はウェブで見ていただければ何も問題支障がございません やっぱ通学に行くことでリズムを作ったり同じあの公務員を目指している仲間とまあ切磋琢磨していくということで、まあ、通学を選びいただく方も多いですでただしまあ専門科目はここちょっともう一度申し上げますけど専門科目はすべてウェブのみになりますから。 これはご自身がですね、えー、スマホでも見られるんですけれども、えー、講座を立ち上げていただかない限りはあの皆さん見ていただくことができませんので専門科目を忘れないいようにウェブで見てくださいね、えー教養で。教養を通学していると、えー、ついつい専門科目のウェブをあの見ないままずるずる進んでしまうというパターンが多いんですけれども専門科目はウェブになりますので、えー、同時にあの受講を開始してください。 これはスマホでも見られるっていうのがとても良いところですそれからやはり専用の今見ていただいているような専用スタジオで撮っておりますので雑音なんかが入ってなくて大変よろしいですそれから音声がダウンロードできますので 案件が必要なものなんかはえー、あの学校の行き帰りであったりまあ、今の職場の行き帰りなどえー、そしてその通勤通学の時間をご活用いただきながら、音声だけ聞いていくということができるんですね。例えば、職場の昼休みにテキスト広げるのはためらわれるというところはあるかもしれないんですけれども、講座の音声だけ聞いている分には、まあ、昼休みでも問題ないですよね。 そういった形で隙間時間を何度でもご活用いただけますやっぱりご家庭でパソコン立ち上げなくてもスマホで見られるっていうのは大変あの自便性が皆さんに大好評いただいてますそれからなかなか通えないという方にもインターネットのフォローシステムがございますので先ほどの吉川先生や白鳥先生が専門科目の質問にもお答えてくれます もちろん教養の科目についてもこういった教えてチューターでどんどん質問していただければ、えー、回答が返ってきますので安心してその通信でもご受講が進められるようになってます。 それから最後に面接なんですけれども最近どこの予備校さんでも面接にま力を入れてきてるなという気はしますけれどもやっぱり一番最初に面接に力を入れ始めたのはレックなんですね。やっぱり皆さんがせっかく頑張ってですね引きの試験を突破したのに面接で落ちてしまったら私たちも切ないんですね。なのでまずレックの場合は1次試験合格者だけに限定せずに早いうちからリアル面接シミュレーションというものをお受けいただくことができます。 そして、えー、面接官が元公務員の方がのが多いというのがルックの特徴です。まあ、そそたるメンバーちょっと後で見ておいてくださいね。 公務員の方であったり、もご企業さんで採用担当していたような方たち、そういった方たちに最終面接をしていただいております。それから、レックの本校でリアル面接が受けられないという方には、ですねウェブ版のリアル面接シミュレーション、ただちょっとこちらは、ですねあのご自宅の都道府県にレックの本校がないという方だけにちょっと限定させていただいてるんですけれども、 そういった方にはウェブでのリアル面接シミュレーションあのテレビカメラみたいなものでやるんですけれどもこれも非常に好評いただいてます。 ということで、まあ、本当に1から10まで、まあ、これ以上にもっとたくさんその合格アドバイザーのイベントなんかもございますので本当にこう安心してですね皆さんに持ってきていただきたいのは、えー、人のために自分自身の福祉マインドそれから心理の専門知識を生かして人のために働きたいんだっていうその強い気持ちですね、えー、そちらをお持ちいただければその筆記試験のところから面接のところまでもうコースの中からコースの中に整っております。何か困 あった時には教えてチューターやそれから本校の窓口なんかでも当然もちろん生講義での講師も相談なりますので、まあ、是非皆さん、えー、その熱い気持ちを持っていらしていただければなというふうに思います。それから金額の方はこちらスケジュール冊子の方に、えー、掲載させていただいてるんですけれども、えー、見方としてはですね通学やそれからウェブ画をつけあの通学をつける場合とつけない場合という形でまあ2通りっていうんですかね あの価格を設定させてていいただいてます教養のみは通学でもちろん全ての科目にウェブトンセンダーロードついてるんですけれどもプラスアルファ通学で教養,教養は通学でという方が一番上ですそして全部を通信でという方が一番下それから低傾校で通いながらウェブを見ていくという方が真ん中になりますそして、えー、大学生でしたら大学さんの生教であったりとか。 それから社会人の方でしたら大きな書店さんで代理店契約をレックと結んでいるところえこういったところでお申し込みいただきますと若干お安くなりますそれから今これウェブで見ていらっしゃる方は一番最初のところにですね各レックの本校でまあビデオ講義なんですけれども日程を組んでおりますでこういったそのビデオ講義にご参加していただきますとえ1万円の割引チケットっていうものがあのご提供できますので ウェブで見ている方もですね、ぜひこういった無料公開講座の日程に合わせてレックの方向にお越しいただければですね、1枚割引チケットでさらにお安くあのなあのお求めいただくことができますので、ぜひお足運んでいただければと思います。それではちょっとごめんなさい、長くなりましたけれども心理系、福祉系、公務員の無料公開講座以上になります。それでは皆さん一緒に頑張っていきましょうね。